8日目の一番を視聴されていない方は、概要欄のリンクより、先にそちらをご視聴ください。長岡駅の改札の外で駅弁を購入しました。それでは改札内へ戻ります。週末パスは、自動改札を利用できるので、便利ですね。ここからは信越本線に終点の直江津まで乗車します。これぞ、ザ・新潟県って感じの景色ですね。新潟県は日本一の米どころですからね。鮮やかな緑色になる夏や、美しい黄金色になる秋であれば、素晴らしい景色になることでしょう。まあ、撮影日は3月なので、見事に何もありませんが。突然ですが皆さん、これ、何と読みますか？神奈川相模ラインの視聴者さんは、皆さん非常に素直ですから、ナチュラルに、北条駅って答えましたよね。まさか、まさか、神奈川相模ラインの視聴者さんで、北条駅以外の回答をした、ひねくれ者はいないですよね。正解は北条駅、日本海だ。え、長岡から柏崎までの車窓が少ないぞ、もっと見せろだって。実は、意外にも信越本線は混んでいて、座席戦争が激しく、ボックスシートには座れず、その横のロングシートにやっと座れたぐらいなんですよね。それで、ロングシートは立ち上がらないと撮影がしにくい上、これといった見どころもなかったので、撮影はしませんでした。今はボックス席をゲットし、ゆったり撮影していますが、大井川駅です。当駅は、日本海に最も近い駅としてよく知られています。似たような駅として、関東圏の JR の駅では、海芝浦駅が挙げられますが、あちらは改札から出られない特殊な駅であるのに対し、大井川駅は普通の駅であり、当然ながら自由に改札を出入りできます。今回に最も近い駅としては、大井川駅が有名ですが、そのお隣の笠島駅も、日本海の目の前です。さらに、そのお隣の米山駅も、日本海の目の前です。海の目の前の駅が、3駅も続くのは、なかなか珍しいですね。信越本線は、ほのぼのとした、田園風景からの壮大な、日本海へと、短時間で、景色がガラッと変わるところが面白い、路線です。今の車窓は、見渡す限りの水平線ですね。地球が丸いことがよくわかります。中指でボタンを押していますが、侮辱しているわけではありませんよ。私はなぜか、ドアボタンは中指で押すことが多いんですよね。それはいいとして、直江津に到着です。ご丁寧に時鉄が同一ホームで接続してくれていますが、今回はスルーします。信越本線は空いていると勝手に予想して、駅弁を購入して乗り込んだわけですが、予想以上に乗客がいて、結局、食べられずに直江津まで来てしまいました。まったく、うつ主は煮込みが甘すぎますね。改札を出て、駅の外に出てみました。空気輸送の貨物列車が通過していますね。というか、箱を積んでいないので、空気すら運べていませんね。そして、直江津駅の駅前は見事なまでに何もありません。まあ、本郷外の住人が言えることじゃないんですけどね。北口以外の出入り口の方が、もしかしたらもう少し栄えているのかもしれませんが。駅の中には、こんな水槽がありました。結構綺麗な色をした、可愛い魚が泳いでいますね。直江津町中水族館、というらしいですが、駅の中にあるんだったら、直江津駅中水族館、でいいじゃんって思っちゃいますわらわら。なんか、ヘンテコリンなエスカレーターがあったので、乗ってみました。そして、再び改札の中へ入ります。お次は、北越急行、北北線の境界速スノーラビット、越後湯沢駅に乗車します。直江津を出ると、途中十日町にのみ停車し、終点の越後湯沢まで爆走する変態快速列車です。特急白鷹の光景として設定された列車です。それでは乗車しましょう。ラッキーなことに、後ろ1両は、イベント用の夢空2という車両だったので、それに乗ります。
一般車両は車内がボックスシートプラスロングシートであるのに対し、夢空2はオール転換クロスシートとなっています。これは少し得した気分になります。わらわら。そしてなお S を発車しました。から土底浜駅の間の区間で JR 東日本の信越本線から分かれ、北越急行北国線の線路へと入ります。なお S を発車してからこれまで一度も停車していません。つまりなお S から信越本線に乗るつもりで間違えて超快速スノーラビットに乗ってしまったら、その時点で蛍の光が流れるわけです。十日町まで連れて行かれてさようならとなります。コーター R の大きいカーあり窓のユーキー長岡で購入した、魚沼産コシヒカリ弁当です。弁当の中の写真データをなくしてしまい、お見せできないのが残念ですが、とても彩り豊かなお弁当です。お米のエリアは2つに分かれていて、片方は鮭いくら、もう片方はタレカツが乗っています。魚沼産コシヒカリとの相性は最高です。他にも食用の菊や笹団子が入っていて、この駅弁一つで新潟を味わえる、と言ったら大げさかもしれませんが、とても良い駅弁だと思います。北越急行北国線のほとんどと言っていいほどの区間はこのようなトンネルになっています。今は超快速の運用について走行していますが、今乗車している夢空2という車両は北越急行北国線のトンネルが多いという特性を生かし、プロジェクターを使って映画を天井に映すイベント列車として使用するために一般車両から改造された車両です。一気に雪が多い地域になりましたね。超快速スノーラビットは非常に速いので、雪が少ない地域から豪雪地帯に入っていくのも速いわけです。北越急行北国線は、確かにトンネルは多いものの、時々見られるこのような雪景色は美しいです。なので、そんなに退屈はしません。して無言でお見せすれば、北越急行北国線を紹介したことになるんじゃないかって思ったりします。まあ実際にはちゃんと紹介しますが、こういうトンネル区間ではトンネルを抜けたらどんな綺麗な景色が待っているのだろうと想像して楽しむのがベストだと思います。十日町です。超快速スノーラビット唯一の途中停車駅です。京急や阪神も驚くであろうほどの変態加速ですね。今乗車している HK100 型は今は廃止されてしまった時速 160km で爆走する特急ハクタカから大肥駅や新工場まで逃れるために高性能な車両に仕立て上げられましたが、それが廃止された今は当然そんな性能はいらないので持て余しているようにしか見えませんね。わらわら。ここで一応お伝えしておきますが、北越急行北国線は週末パスで乗車することができるので追加の運賃は発生していません。 JR 東日本の一部エリアだけでなく、その周辺の一部私鉄にも乗車できるので週末パスは非常に安くて使いやすい切符だと思います。
っかで聞いたことある声だなぁと思って考えてみたら、多分都営バスと同じ声優さんですね。なお駅から1時間足らずで越後湯沢に着きました。さすが超快速、早いですね。駅の外に出てみました。越後湯沢は観光需要が大きいと思うのですが、この通り地味です。ガーラ湯沢の方が観光需要は大きいんですかね。もしくはまた他の出入り口の方が発展しているパターンですかね。まあよくわかりません。駅からちょっと歩いてみたら、あら、すごい雪。これは触らずにはいられませんね。この駐車場、今は利用できないようです。まあ、利用できますって言われても雪が多すぎて使えませんけどね。それでは触ってみましょう。ふわふわな雪ではなく、シャーベット状の雪ですね。最後に降ってから結構時間が経っているようです。みぞれか雪ぐらいのものが降り始めました。寒いです。はい。週末パスは範囲内であれば課金さえすれば新幹線を利用できるので、今回は新幹線課金をします。それでは改札を通りましょう。乗車券と特急券を同時に入れて、素早く同時に出てくるという時点で、すげーってなっちゃってますわらわら。うつ主は京都、奈良の修学旅行を除けば、人生初の新幹線利用なんです。今回の思い出とともに、うつ主を乗せてくれる、プライベートでは人生で初めて乗車する新幹線は、いい未定です。新幹線車両としては、そこそこ古い車両ではありますが、上越新幹線では、T4K、MAX とともにまだまだ主力として活躍しています。乗ったことがないからか、今まで新幹線にはあまり関心がなかったのですが、目の前に現れると、やはりかっこいいですね。それでは乗り込みましょう。越後湯沢を発車しました。ここから東京まで1時間ほどの新幹線の旅です。越後湯沢を発車してすぐに大清水トンネルに入ります。国境を越えて普段生活している関東地方に戻ります。名残惜しいですが、紹介をします。便利なシートバックポケットがついてます。テーブルは食事をするにも十分な大きさだと思います。切符ホルダーも便利ですね。カーテンももちろんついてます。いわゆるフリーストップ式というやつですね。座席には複雑そうな機構が搭載されています。黒いボタンで座面スライド、白いボタンで通常のリクライニングができます。リクライニングだけの通常の座席よりも自分に合った姿勢を取りやすくなっています。リクライニングをマックスにするとこれぐらい倒れます。中央の肘掛けは必要に応じて上げ下げできます。さてさて、駅弁をいただきましょう。越後湯沢で購入した、ゆるっとコシヒカリ弁当です。魚沼産コシヒカリに、魚沼産和牛と、魚沼の食材をふんだんに使った駅弁になっています。口に入れると、お米と牛肉の甘みが広がります。相性抜群の組み合わせですね。
ごちそうさまでした。美味しかったです。越後湯沢では、駅弁だけでなく、家族へのお土産を購入しました。新潟名物の笹団子と、新潟の郷土料理である、きりざいを買って帰りました。どちらも美味しかったです。家族からの評判も良かったので、新潟土産として、この2つは間違いないでしょう。かの有名な、と言っていいのかはわかりませんが、110キロ制限の区間です。騒音についての近隣住民への配慮だそうですが、どうやら新幹線よりも、埼京線の方がうるさいらしいですね、わらわら。東京の高層ビル群を見ると、旅の終わりを感じるというのは有名な話ですが、確かにそうですね。新幹線初乗車のうつ主は、これも初めての体験です。ああ、今回の旅は終わってしまうのか。というわけで、リクライニングなどを戻して、下車準備をします。東京に着きました。旅の満足感と旅の終わりの悲しみ、関東に帰ってきた安心感など、様々な感情が入り混じる、不思議な感覚です。ここから東海道線に乗車し、大船まで行きます。ここでうつ主は、東京ではなく、上野で乗り換えるべきだったことに気がつきました。上野乗り換えの方が、新幹線の乗車距離が短くなるので、特急料金を安く済ませることができるのです。これは、とても悔しいミスでもなく、かといって全く悔しくないわけでもない、地味に痛いミスですね、わらわら。そして東海道線は全カットし、大船に到着です。改札を出場します。今日お世話になった週末パスには翌日もお世話になります。ここまで来てしまえばあとはバスに乗車し帰宅するのみです。どうでもいい話ですが、この近辺のバスは前乗り後ろ降りのくせに均一運賃じゃないという変築林なシステムになっています。そのおかげで客は行き先を運転士さんに伝え、運転士さんが運賃を設定してから IC カードをタッチしなければいけません。客にとっても運転士さんにとっても大変なシステムです。毎度ご乗車ありがとうございます。ということで今回はバスの車窓を流しながらおしまいにします。週末パスで冬の新潟、東北への2日目の公開には少し時間がかかってしまいますがご了承ください。本日も神奈川相模ラインの動画をご視聴くださいましてありがとうございました。1丁目でございます。